まあ、アルパチーノヒートヒートあれよかったな、あれよかった、あれはよかったで、デニーロヒート、ね、あれ最後のあのやりやかやり、あれは名作やな、ねえ、ヒート名作、一緒に出てるシーンないんですけど、一緒に出てるシーンあるけど一緒に撮ってないですからね、そうですよね、あの2人すごいですよ、あの映画、あれはもう15年ぐらい前で、そうですよ、いまだにあれは言われますよね、名作ですよね、そう、アルパチーノも言われる、じゃあヒートよかったですなって言われるやろ、アルパチーノ言われると思いますよ、デニーロもいろいろ出てはるけど、やっぱりあれ弾いてよかったですって、ダメあるで、それは言われるんちゃいますか、まあできたらあの、ね、役者なんかもね、芸人なんかもそうやけど、ね、うん、あんね、マイナーなやつ言うてくれるやつも嬉しいねんけど、これでもいまだに夢がもりもり言われたら、うん、ありがとうございます、そういう人やなみたいな、なんねんけど、そこで渋く青春ベジタブル聞いてましたちょっとちょ喋ろうや、喋ろうや、呼びたなる、呼びたなる、喋ろうや、渋いの聞いてラジオシティ聞いてましたちょっとラジオファンキーズとかねまあパチーノもそうでしょ、ね、そのゴッドファーザー言われるよりもヒート言われたら、ね、ちょっとおいでやみたいな、おいでなぁ、喋ろうやなりますよね、ねえ、うん、でもやっぱりそのこれ俺で変わったっていうのあるやんか、うん、これだ、そこを言うてくれるファンっていうのは、うん、ちょっと渋い、うんうん、ほんまにしてますもんね、うん、ほらほんまに、まあでもね、世の中の人ってそれはまあね、うん、俺がさっき言ったように夢がもりもりとか言うて、うん、ギャッツビーのコマーシャルとか言ってくれてありがたいよ、うん、ほらもうほんまにありがたい、それはすごいことですよ、この前京都でハイキング来たおばはんが、はい、な20人ぐらいが俺のこと西脇さんやで全部囲んで写真撮ってくれたどうぞ、まあ、くしくも陸上系の名前ですけどね、西脇さん、西脇さん、西脇さんや一人西脇さんやったらもう西脇さんや、こっちの人は最近テレビで走る男見てわー、もうマラソンで見てわー言うけど、こっちの番は最近テレビで全く見えひんな何したんの最近から留学してまして言うてこっちの走る男見てる人よー最近テレビでねー言うから、はいはい、温度差ありますね、もうええにゃ別に、何でもええにゃ、でも最後西脇さんでしょ、西脇で逆にサイン書いてくれたらちょっと西に見えるような森にしてあげようかなとか思いますよね、なんかええじゃん、何でもええ、言うてくれるだけありがたいと思ってね、そりゃそうですよね、ほんまですよね、まあでも元気はね、うん、どう相変わらずは、あのね、この間また行きまして宮古島、今度なんか高知署かあのね、だからみんなそれ言うんですよ宮古島行くねん言うたら、うん、何やったの、こういう差し入れかなんか言うから兄貴から弁解とか本物の島ですよ、宮古島、あの沖縄の、はい、宮崎君は島言うと別の島に来い俺の島みたいな、俺の島乱すなみたいなちゃんとした宮古島、あ、ちゃんとした宮古島、はい、ちゃんと言うてや、ちゃんと言うて、あの彼女の、うん、そうまたあの彼女が好きになってんのお前ややこしいわ、ややこしくないですよ、警察捕まったよお前、もう領有地上入ったよ、入ってない高知所、こうややこしいわ、もう行ってきてね、僕にえ潜りに、潜りにってお前またどっかから逃げてるみたいに、まだ潜り、スキューバ潜り言うたり島言うたり宮古島言うたり何よそれ、それ俺散りかけましたよ、雨降ってる日にね、スキューバ行ったんですよ、ほんなら僕まだ2回目ですやん、去年初めて撮ってね、わけのわからんセブ島で、これ行った人間みんな100本ぐらい潜ってる人間なんですよ、もうベテランなんですよ、そこに僕2本目の人間おるんですよ、コースむちゃくちゃ、これ穴ありますね、水の中に、そこガーッ行かなきませんね、無理、ほんで途中でおばはんにこう蹴られてバーン出してこれ取れてほんでそのまま一気に水深18メーターから一気にブワーッて、あルパンが泳ぐとこだよ、カニを取るとめっちゃ動けるんだよ、死ぬと思います、一回沈んでいくんだよ、沈んでまた上上がる感じが、怖かったですよ、真っ暗ですもん水の中も、そっか怖っ、18メーターから一気にもうここに空気入れてキュッ死ぬかもな、彼女は普通にやってました、彼女は全然問題なく、あいつだって60本も送ってますもん、ほらベテランさんですね、ダイヤのなっちゃうって君はな、ほんまのことなら潜るのディズニーのスキューバー好きじゃないや、はい、分かってた、彼女が何やったら人魚でもおったら書いたのか、もうどこ裏返してよろしいのひっくり返してますか、そう難しいななんで人魚おったら何やったら書いたろか意外と見つけやすい
かもしれない人魚。わかりやすい。開かんねえやん。こんな簡単やったんや。つるんと、つるんと。最後もうこっちもなんか鱗だらけだね。何やねん、ここ鱗だらけや。もうお前ええけどな。書いたるけどな。お前鱗だらけやろ。俺もういろんなもん盲的だけど、鱗は初めてやと。鱗は出てきたで。裏側の鱗。せやけど鱗気持ちいいじゃん。人魚。ほら、人魚最高。羊もヤギもええけど人魚人魚ヒーヒーはしてつまんねえこいつは絶対そんなやつやからね、はい、彼女の趣味に合わせて、うん、おおええよみたいな。いやまあまあそれはね、まあまあね、全部出してもうて行くわけやから。そんなことないです。セブ島行こうかやったら、おいお前ええけど俺なんもないで私出してあげるやんか。いや出してますよ。なんぼ出して2万円出すかそれ関空まで往復やないかい。関空やないかい。いや相手に合わすのも大事でしょ。おうおう、相手の趣味にね。それは足で行かなくなって。で、向こうは60歩も70歩も潜ってる女の子が、君2本目でマジ死にかけて限界に挑んで、俺もな、一遍前やって、はい、で前やって、はい、で6歳の子からね、82歳のおばあちゃんまでも潜りました、はい、私に任せてください、はい、インストラクターの人、はい、はい、でパッと潜った瞬間プシューって耳向き、はい、ピッやしょ行かへん、はい、もらいます。頑張ってください。もう僕無理です。まだ2メートルしか潜ってません。もうクラになっていくのが怖い。怖い。あれめっちゃ怖いですよ。海の中にゴボッと入るやんか、はい。入った瞬間に、もう浦島太郎みたいなもん。世界ちゃいますからね。魚がもう多いよね。でも別世界なんで。うん、でもう一回ちょっと上がってみたら、普通の世界。よし、行くで、せーの。ふっと潜った瞬間も、音も違うから。ほんで、もう、ほんで、なんか楽しそうにみんな、ビュワー潜っていきよう。あ、行ってるんですか。もう俺はもう、怖いね。何がおもろいなんだね。何がおもろいと思う。俺は一緒やら。わしゃ絶対やれ。絶対もうあんま好きじゃないですよ。あれあかんな。まあでもまたセブ島行こうかな思ってますけど。それはお前もう酒飲みたいだけやろ。ビール飲んで浜辺でボーっとしとけないだけやろ。しばらく食うてね。うまいね。しばらくうまいな。あの天ぷらうまい。人魚買いだろ。お金上がってる人魚ね。お金上がってる人魚。休んでるやつとボソッと行って。いやでもね、こんなんなっとるやないかい。でもまあね、僕はで無理やわ、はい、あれはできなかった。都会ですね、宮古島って結構、うん、どこ都会ですわ、おもろないですわ。そうか、田舎やないの。セブの方が田舎やろ。セブはど田舎ですね。セブええやろ。俺1回だけ行った、マクタン空港から離れたらほんまにも田舎ですからね。2時間ぐらい車でかけて、なんかセブのまださなりにちっちゃい島行って、はい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 、でなんかゆっくりした。 あれええな。ずっとダホなるでしょ。アホなる。だからあれはもうね、3泊5日が限界やな。もう1週間もたっぱんの。あかん絶対もう、あかん。廃人ですわ、廃人。おもろいけどな、おもろすぎて脳みそ溶けてくねんな。はい、はい、って君ずっと溶けとるやん。君脳みそずっと今吐いてないやねん。せやけど宮古島でね、守る君って知ってます？知らん。あのおまわりさんの格好した人があるんですよ、守る君、うん、あっちこっち立ってますね。おほんでね、無免許運転したろかなので車走ってへんし、レンタカー借りてカーレアに乗ったんですよ。あっちこっち守る君踏むんですよ、農道に。その度に止まるんですよ。で守る君、よかったみたいな。守る君ってある意味守ってますよね。はぁ、もう道を守ってますわ。あっちこっち踏むんですよ、守る君。でも免許持ってへんの？ないですよ。面取りだった？はい、20歳で。そっからないの？はい、なんか取ったらあかん言われたんですよ、5年ぐらい。裁判になって、で、何があったやろ、聞かんとこ。いや、これは道路交通法違反です。別に人殺せへんし、はい、そこに走ってて捕まった。で、免停しときましたよ。あと3日我慢したら乗ったんですよ。ほんでパトカーに捕まって現行犯逮捕。あ、もう逮捕やな、それな。はい、ほんでそれで裁判になって5年間取ったらあかん言われて、兵庫県警。ほんで横にね、裁判の時にね、なんかおっさんとかおるんですよ。何したのおっちゃん、わしな、ダンプで人8人殺してんの。怖っみたいな、そんなんばっかりのこと思うんですよ。ダンプで8人殺したとか、って、何したんって言ったら、突っ込んだとこに家族がおって、それ8人殺してんの。うわー、いいですね。わしも交通刑務所やわ、言うてる人間のとこに僕ずっとおったんですよ。へぇー、まだ何、宮古島で無免許運転した。ちょっとだけね。もうしないや、もう。乗ってお前見ちゃいますね。あかんはないやろ、そんな。
あの、ね、行動じゃなくて指導で、はい、あのホテルの中のね、あの道はいいんですよ、僕ドンちゃんみたいなもんじゃん僕ドンちゃんコロコロのパン焼くあれちっちゃい車売ってきたよ、あれやあれや、僕ドンちゃん、僕ドンちゃん、魔法使いチャッピーの終わりの歌やはい、それです、おわずい、おわずい、ありがとうございました。